CBJMS はスウェーデンのカール・ベルティル・ヨハンソンと彼が設立した武器開発企業である CBJ テック AB によって発案、設計された短期艦銃、または PDW である。MS はモジュラーシステムの略称。CBJMS は2000年8月に初めて展示され、特に個人防衛兵器、アサルトライフル。 および独自のバイポットと100連ドラムマガジンにより様々な役割を果たすことを目的として開発された珍しい重機である。本銃は外装がスチールプレス製で広角機器を取り付けるための上部に取り付けられたピカティニーレール、途中まで引くと半自動射撃、いっぱいに引き切ると全自動射撃を使い分けることができるプログレッシブトリガー、伸縮するワイヤーストック、 グリップセーフティ、ネジ付きバレル、およびスペアマガジンを保持・携行するために使用できる、フォアグリップを備えている。使用弾薬は 6.5mm25CBJ で、弾丸本体は、タングステン製の 4mmK31 グレインの、弾芯を軽量なポリマーの装弾等で折った、鉄鋼弾であり、初速も非常に速いため貫通力が高く、 ナト o 規格のボディアーマーなら 230mm、7mm の厚円棒弾板のものなら 50m までの距離から貫通できる性能を持ち合わせている。さらに 6.5mm25CBJ で使用される弾体は同口径の従来弾の薬莢にも装填して使用可能である。また 6.5mm25CBJ 自体も 本銃以外による仕様も考慮されており、9mm パラベラム弾仕様の銃なら、重心取りターンスプリングを交換するだけで 6.5mm25 仕様に換装できる。ありがとうございます。